うん、この部屋に住み始めて早い4年。正直畳の部屋っていうのもちょっと飽きてきたし、ここら辺なんかな、 PC 周りあたり結構ごちゃっとしてるんだよな。うん、硬そう。そしてこの畳の部屋をこのマットに張り替えようぜ。それでは作業開始。この辺はさっぱりしました。ここまで、1時間10分かかっとる。はい、そんなわけですね、ある程度すっきりしました。こちらの畳のスペース、この上にですね、こちらジョイントできるマット、こちらをね貼っていきたいというふうに思います。正直ね、これを買いに行く時が一番恥ずかしかった。どうですか、畳とはねまた違った印象ありますし、いや結構ね畳とは違った柔らかさがあって、これいいな。ただですね、ちょっと問題が発生しまして、あのね、一応ここ6畳間なんですけど、一応ね計算して買ったつもりなんですけど、残りのマットがねあと4枚なんですよ。でもね、部屋の方はまだ半分余ってるっていう、うん、計算間違えた。追加分買ってきましたよ。100均の店員さんがまたって顔してた。はい、というわけですね、まあ休憩挟みながらですけども、結果的に、作業始めて5時間ほどで畳の上にマットを設置完了いたしました。はい、こういった感じでございます。まあ前まではね畳のね部屋だったのが、こうマット敷くだけでもねだいぶ印象変わるんじゃないでしょうか。でやっぱねウレタン製で、しかもねこんぐらいの厚みがあるんでね、まあほんとね畳もまあフローリングに比べたら柔らかいんですけど、それ以上にね寝っ転がりやすいね、いい感じの床になったんじゃないかと。あ、ちなみにねあのサイズ合ってなくて、こういうはみ出てるところとか、位置の置き方見せてね、この辺とか盛り上がってるところとかあるんですけど、そういったのはね自分は全く気にしないんで、今後は行きたいと思います。まあこういった感じでね、まあ、ここから見たらストライプか縦じまになってるんですけど、比率間違えてね黒い部分がちょっと多めになってる、そういったのも自分は気にしない。そんでまあこういうマットの張り替えもしつつね、なかなか手つきにくかったこっちのねコードの溜まってたところとか、そういうところもまあ掃除できてね、個人的にはやってよかったなと思います。果たしてね今後このモノトーンな感じのね床の上でどんなデイチャンネルのネタができるんでしょうか。乞うご期待。